私の敵は私です。ファイト青山。おはよう。おはようございます。おはよう。どうしたんですか？怖いですけど。ねちねち行きたい気分。あ、そうですか。うん、状況をちょっと教えていただけると。アリアを打ちたくて、アリアといえば秋葉原、聖地にやってまいりました。アイランド秋葉原店。秋葉原大好き、見えない手が。ということでやってきたわけなんですが、ちょっとまさか平日ひらびき本当に人いるんっていう、また驚きを隠せませんね。200ちょっと抽選いて、マジ舐めてたわ、3列から悩んで引いた結果ぐちゃぐちゃだけど170番でした、はい、寝台に使ってくるんじゃないですかということで来ては見たんですが、気合を入れた抽選に負けましたので、負けかもしれません今日は、さあ取れるんでしょうか。お願いします。おはようございます。お願いします。全然いけなかった。ああ、ダメか。なんか下があったのかね。あ、全然いけなかった。次の台に行かなきゃ。早く。敗北です。パチンコ行きます。まだパチンコ何にも開いてないんで、もうパチンコ行きます。ファイト青山。取れませんでした。いやー、やっぱすごいですね。すごいよ。なんでこんな土平日に200人以上のお客様がですね、集まっております。もう有料店の証。そうですね、もう本当萌え台の聖地ですわ。で、青山さんが、はい、アマデジです。アマデジね。どうしてもアリアの口だということで。だってさ、曲も昨日の夜から聴いてたんで、今日朝もずっと電車の中でアリアの曲聴きながら来たからさ、完全にもうアリアの口になっててさ、今さらちょっと北斗無双とかではないんですよ今日は。なるほど。はい、なんで、まあ、変なね、独特の準備の仕方しますよね。結構曲から入る、形から入るタイプなので。あとはまあスキーあらばというか、秋台が出れば本来の狙い台であるとこ行くね。まあ展開次第ですね、はいはい、アリアのアマがあまりにもちょっと私に微笑んでくれたら裏切ることはしたくないんで。あ、なるほど。そういうのもありだし、あのパチンコの319のアリアに移動っていうのもありかなって。てかこんなアリアで縛ってる番組あります？いや、ないですね。何回あったからアリアって。誰からも何も言われてないのに勝手にアリア縛りをするっていう。じゃあいつものポーズで、はい、しましょうか。はい、はい、ピコピコピーン、ヒステリアモード、よろしくお願いします。ちょっと俺何のことか分かんないですけど、まあ後で分かるんですかね。キュッ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 。ファイト青山。あら、びっくり、行き着いた先はこちら、はい、発見しちゃいました。アリアのアマがね、入ってたんですよ、これ、今年の1月に入ってまだ一度も触れてなかったんで、もうお口がアリアさんなので、今日はアマデジ打っていこうかなと思います。なんとですね、はい、スロットのアリア空いてますよ1台。え、うん、まあ狙ってきたんで、はい、行きましょう。はい、贅沢ですね。パチンコのアリアを遊んだ後にパチスロ捨てられた台とか思ってないですよ、はい。昨日と一昨日見て、これ、これありますよ、はい、あ、ね、強気狙い。だってさ、昨日だってちょっとへこんで、これじゃ、まあ、一撃ですよね、うん、すごいね。初打ち楽しんでいきたいと思います。このバレットとかどこから出ますよね。そうですね、これは後ほどチャンスゾーンで役立つっていう感じ使っていくんですけど、まあ何をするかって言ったら、とりあえずこれをゼロにする。100ゲームで周期到達ゼロにしたときに、まあチャンスゾーンに入れて、そこのチャンスゾーンで成功して AT へっていうのが王道パターンというか。で、アリアの最大の特徴は AT 中純増9枚
なので、まあ、かなり早いんですけど、ね、まあ、27、8分で完走するって言ってます、ね、30分かからないらしいので、はい、まあ、それを体感してみたい、まあ、1でも 60% で 2回目の周期以内に当たるんでしょ。そうです、そうです。ただもう超えてますけど、でね、この台ってやっぱ6がさ、リゼロみたいな感じでこうノーマルタイプみたいな、こういう右上がりの細かいのを描くらしいんだけど、で逆に低設定はっていうと、なかなか、あ、ありゃいた、チャンスゾーンに入んないらしいのね。でチャンスゾーンに入んないってことは、このバレットがどんどん溜まっていくの。で今ここ風穴かける4ってなってるんですけど、これ AT の初期ゲーム数に回してくれるらしいんですよ。だからチャンスゾーンに中途半端に入って失敗するよりは、チャンスゾーン行かない低設定の方がこう枚数に期待できるみたいな、はい、すごい向いてると思わない？あんま向いてる自分で言うのもなんなんですけど、やっぱりね、チャンスゾーンとかめったに行かないタイプなので、最大10周期で天井で AT 確定ですよね。そうですね。なんで、まあ、まだまだ天井を見るとなるとちょっと遠い感じ。さあ今23、残り23ゲームのところで潜入したんですけど、はい、これがもし24で潜入いったらチャンス、はい、で逆に22だったらチャンスゾーンが確定になります。そんな法則あるんですか？あるらしいですね。なんでこれ多分デフォルトパターン。階層がアップするほどチャンスってことですね。はい、青だと。ちょっと弱そうだけどな。ちょっと弱そうですよね。黄色だったし、帯。さあ、成功すれば、あ、とりあえずは失敗パターンをお見せする感じになっちゃいましたね。はい、ということで、もう風穴9個空いてます、ね、チャンスゾーン失敗しちゃったんで、またバレット降格からで、まあ、通常時の注目ポイントというか、この見た目なんですけど、はい、とりあえずここの色、はい、白はデフォルトで、この色が緑だったらチャンスゾーンのチャンス、赤だったらまあ大チャンスみたいな。あとはここの周期のところが基本緑色なんですけど、これが赤だった場合は、まあ、チャンスゾーンの大チャンス、かつその敵が倒しやすい敵が出てくる可能性が上がるっていう。何にもない。え、ダメ。弱そうだね。ん、マジでしょうか。はい、ドン4つ獲得しました。お金は減ってるけど希望はあるよ。そういうセリフがあるんですか、チャンネルや。お、なんだ、なんだ、なんだ、何これ、熱そう、うん、すっごい熱そうじゃん。さあ、強敵だぞ、強敵。178あれ逆手ですね。逆がついちゃう。ピコピコピンしちゃうな。ゆう。ピコピコピンさせちゃうぞ。キュンキュンってなっちゃう。もうほら、私の胸見たんだ、キンジが。挟むものがないじゃん。なんてこと言うんですか、あなた本当に。ということで、9周期目にやっと、はいはい、ノルマーレですけど出てきました。天井目前ですがまあいいでしょう。さあ今ヒステリアモードから月光ステージに行ったんですけど、はい、ここでは、バレット学の兆候みたいな感じですね。兆候学みたいな感じで、月光行った時点で、まあ、ヒステリアモード入ってるので、チャンスゾーン濃厚かつ成功率アップ。
モードをしたので初のチャンスゾーンに入ります。まずはですね、この溜めてきたバレットを使ってこのアタックとか、まあ、この後使うこちらを取っていくと、青、黄色、緑2個そしてクライマックスフェイスチャンスゾーンに突入いたしました。さあこのチャンスゾーンは、まあ、2回突破すれば AT 確定なんですけど、まあ、サブレみたいな感じで、まあ、そうですね、まあ、15ゲームプラスアルファでとにかくリプレイを引かなければいい。リプレイ引いてるけど、ブラドさんは、はい、で今取ったこのアイテムを使って、はい、まずこれをゲージを減らしていきます。これは敵のゲージです。はい、これがゼロまでいけば確定。まあ半分ぐらい結構1戦目はいけそう。もうリプレイ以外だったら攻撃してって、もう続けば続くほどチャンス、リプレイを引かずにコンボさせろっていうゲーム性ですね。リプレイ引かなきゃですね、本当リプレイさえ引かなければ大体勝てるみたいな感じ。ちなみに15コンボで勝利濃厚らしいです。これが多分ねピンチなんだと思う。ああ大丈夫、リプレイは絶対この形で止まるので。うわアリアボタン倒した。おー早い。で次ファイナルバトルに入れます。次はね対戦相手が2パターンいて、これはあのヒルダなので通常パターンですね。もう一人ここでパトラっていうのが出てくると激アツ。ちなみにヒステリアを経由している場合はヒルダでも 70% ぐらい期待度があるんで、 70% はいけるやろ。2戦目はこのアイテム使わないのが特徴なんだな。そうですね、もともとのバレットはもうないのでフルで頑張ってくださいねと。これ途切れたら最悪だよね。もう1回でいけるかも。よし、もう大丈夫だ、これ大丈夫でしょ。あーもうちょっと、このモンハンとかでもよくある。ここからは、この色に応じてジャッジするっていう、はいはいはい、ちなみにファイナルバトルの赤は 53% だって、うん、初 AT いただきます。あー行きましたね。カザーナ29個持って行ってまいります。さっきねパチンコで見たばっかり。さっきは失敗してます。ライトニングバレットジャズ2回とも。ただこれはこれだから29回止められるってことね。そう、まずこの上乗せ分っていうか通常時に頑張った29回分を使う、はいはい、これあの疑似遊戯なんですけど、あとバーが3つ止まっちゃうと終わっちゃうっていう。うわ4ラッキー、ラスト。これで今あの通常時に上乗せした分が終わりました。でこっから行くわけよ。まだ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 。いやマイク、うわすごいすごい。ああ、揃っちゃった、終わっちゃった、終わっちゃった。いやでも結構、ああまあまあどこまで出るか。じゃあ700枚ぐらいですよね。うん。あ、タイプね。完全告知が面白そうだったから丸分かりにしようかな。丸分かり。うん、さあこっから何目指すんですか。とにかくベルの連チャンですね。ベル連が大事。リプレイを引かなければ OK っていう AT になってます。で、まあ、チャンス目とかからもあるんだけど、なんかベル連で状態を上げて。そこでさらにベルレンしてチャンスゾーンを狙うという感じ。なるほど、チャンスゾーンを目指すんですね、はい、ベルレンからで、はい、チャンスゾーンで成功すると特化ゾーンに行くんで、その繰り返しです、はい、15枚ずつ出てきますから。
ちんたらちんたらしてる AT じゃないので、ギュッとしてるからこそ大事にいかないと本当一瞬で終わっちゃうんで、はい、ああいった、やっといった、はい、やっといった。ベルレンからですね。でこれは何でしょう。この当たりがこれあの告知方法が選べるんですけど、今丸分かり告知にしてるので、この押し順をしたらいいってことだよね。どっかゾーンに行くっていう。なるほど、はい、では行ってまいります。もうたったの3ゲームだから、とりあえず中ですね、中。おいそいそ、で、いや違う、あ違うわ、違う、欲しい、欲しいよ。8択なんだよね。あと1回、ラスト1回です。中、うわかすりもしない、本当に。どうして、もう一回、もう一回戻ってくる。確かに丸分かりが一番面白そうです ね。でしょうでしょう。9連目、よし、9連目でやっと、あ、当たり見えてるのがこれしかないってこと。あ、一発目、一発目、一発目。リコちゃんが出てきて、あ、やっぱり来てますね。はい、見つめ合いタイム、はい、突破ゾーンですね。これは下の方の突破ゾーンですよね。そうですね、長押しって書いてあるのすごい丁寧に押してる。11ゲームをもらえた。意外ともらえるね。お、天才。はい、あ、ずっと見てるよ。もうまばたきしないで見てる。君のこと見てる。最低11なのかもね。こっから継続率みたいな。ということは残念ながらこれ最後です。まだあるの、ラストか。ボタン一瞬見えてたけど、はい、969枚、まあ、大体帰ってきました。ということで色は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 、おお、チャンス、まあまあ、たまった回があったと。はい、何でしょう。この台 やめてる人があるんですか。一応2周記念までに 60% ぐらいで当たると言われてるんですけど、うん、でも結構1周期回すのに原産がほとんどない状態なので、まあ、こことかここの色を見て赤とかじゃなかったらそこでやめる人もいるかもしれないですね。モードとかがあるんですか。はい、戦国モードだったら1周期目で必ず AT 入って引き戻しに行ったら、なんです、ね、そう、なるほど、引き戻しに行ったら2周期目までには必ず AT に入る。でまあ、今のところの予想だとその高設定は帝国とか引き戻しモードに行くことが多いんじゃないかなってことですね、うん、おそらく、うん、振り分けドキドキスプラッシュの方が多いみたいだよ。あ、嘘でしょ。いや絶対嘘だよ、それ何情報。でもそのバランスで本当に入るんだったら夢あるな。夢あるっていうか、うん、まあそうだね、やっぱそこを目指さなきゃいけないんだろうな、そこでぶっ壊すんだろうなって気がしてるけど。次引くか、じゃあそれこうやって出すんだよの見本はそこでしょ。99万。あー悔しい。早いところで飛ばせた。9周決め、7周決めでしたからね。それでも400枚、1周決めでさ、いや言ったでしょ、金だぞ。さすがに金は大丈夫だよ。はい、そうだね、まあ、モードによってっていうのはあるのかもしれないけど、うわー、なかった。結局だって449枚取れてますからね。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そうです
か、あれ知らん、意味なかったですね。チャンスゾーン0回とか関係ないので、まあ282回チャンスゾーンやってるのでちょっとかかってますけど、あ、強者だ。おお、さあ突破ゾーンね、出てきます。さあ出てきました。あー出てきた、あー出てきた。さあ念願のディスプレイが立っちゃうと終了のピンチ、はい、あとはこうどんどんゲーム数が上がっていくんだよね。あ、上乗せのゲーム数上がっていく、はい、なんでリプレイ引かなければいいっていう、頑張ります。だから俺は こっからぶっ壊してるの多分1回は補助あります見てる感じ、うん、でもこっから引かなきゃいいわけですよ、7分の1を。青山さんの場合引きに行った方がいいんじゃないですか。そうだね、7分の1を引くって考えたら一生引けない気がする。はい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 、ん？あ、なるほど。なんか保証がどこかまでありそうだな。もうなさそうだね。ちょっとビビりすぎるぞ、あとあやまさん。いや、私引くのよ、本当に。ダメなところで引くのよ。お、フロック、レア役。あー、これ強制なくたらできそうだな。楽しみです。やって、はいはいはい、あ、で、ね、ここから2ゲームずつ乗せていくっていう。はい、ランクアップしたベルで、いや、4になったよ。ほら、レア役引いた、レア役、あ、しまった、レア役、またランク上がるんじゃない。あ、気持ちみたい、あー、確定、わー、5になった、レア役、乾燥チャンスよ、乾燥チャンスよ、マジでチャンス、うん、これなのよ、おそらくドキドキスプラッシュで女の子たちに塩を吹かせるっていうのがね、やめて、本当にあなた気持ち悪いって言われちゃうよ、心配、この台のちょっと肝なんです、集中して、あ、分かりました、集中、応援に集中して、はい、7、7、うわやばいね、やばいね、やばいね、いや、ナンス7、いける、いける、これ続ければ一打ごとに63番増えてる状況です。いや、なんとかこれだ。嬉しいじゃんか。どんだけ劣化高台ねんって思うよね。すごいね。あ、やばい、よ、余計なこと言った。あー、惜しいね、どうだ。待って待って、風が吹いてる、あ、マジで吹いてる、かなぁ、見える。感想か、え、あ、すごい映像を見ちゃった、あー写真撮ろう。なるほど、嬉しい。いや、目標だった感想できましたね。え、レア役立ってる、レア役じゃん。まあまあまあ、よっしゃり、それではいただきましょう。味わって味わって、乾燥したらどうなるか皆さんご存知ですか。もう一回 AT チャンスありますよ。一周決めで 80% の期待度。あ、そうだそうだ、そうなんですよ、忘れてますよ、忘れてましたね、おバカですねあなた。はい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 、2箱目です。あと最終ゲームのチャンスなの、クレーム、
ました。リコだ。リコだ。リコだよ。リコ選んでるから。リコのエンディング。あ、リコのエンディング。うん、あ、キャラごとに違うんですね。ずっと笑顔のまま終わりません。ね、笑顔を張り付いてる。あ、移動しました。次のシーン。見事でございます。はい、今夜は美味しいノンアルコールビールが飲めそうです。いや、いい台ですね。これはなかなか。こんなに出たら文句ないよ。80% だわ。 80% やりました。わあ、いとか90枚。はい、590枚。やったー。はい、357枚。レシーボタンで決めました。抜けないねー。いや、66円。はい。ここでした。やっぱね、レア役がうますぎた部分はあったかな。まあ、十分ですね。はい。はい、ということで、結構長い実践になっちゃいましたけれども、もう大満足、アリアを堪能させていただいて楽しかったです。あとはエンディングで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。ファイト青山。イエーイ、やったぜ。最終的にパチンコはトントンだったんですけど、アリアの投資が2万5000円使いまして、なんと3300枚返ってきました。いやー、快勝ですな。久々の、いや、抜けんかったね。抜けんかったね。うん、お昼休憩も取らずに、まあ夕方ぐらいまでかね、なんて話して打ってたんですけど、現在時刻20時を回っております。よくわかんないね。最初9周期7周期っていう風に連れてがれて、その後ずっと2周期だったんで、そのチャンスゾーンがうまかったっていうのはあると思うんですけど、どうなんだろう、設定的にはね、1位なのかな、あれで。どうなんですかね、1位だとしたら逆に夢があっていいなと思いますけどね。まあ、そう思いましたね。ドキドキスプラッシュ狙い始めて、それが見事にハマりましたからね。ね、本当にあのカットされてるかもしれませんけど、ダーシマさんの下ネタがなければ本日200点でした。あれ乗せてちょっとマイナス80点ぐらいで、違いますよ、120点の1日でございました。あれは潮吹き台ですよ。最低だよ。じゃあ本日のポーズで締めていただき、それでは、はい、ファイト。メガネ持っちゃった最後に、これは分かりますよ。バキュンでしょ、バキュン、うん。